ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。スマホやパソコン操作が多くて漢字を思い出せないことが増えたわ。確かにそれはあるな。そういえば私たちがこうして使っている日本語や文字って、外国人からすると相当難しいらしいわね。そりゃ日本語にはひらがな、カタカナ、漢字、アルファベット4つもあるからな。でも私たちは話せて当たり前と思っているよね。そう考えると日本人って何かすごい気がしてくるね。まあ確かに。というか、日本語について深く考えることもないけどな。そもそも日本人って何者なのかしらね。それじゃあ今回は日本人とは何者なのか？奇妙すぎる日本語の特殊性を解説していくぜ。それでは、ゆっくりしていってね。世界のどの言語体系にも属さない孤立言語。外国人からすると日本語はすごく難しいって感じるらしいわね。世界的に見ても日本語ってそんなに難しいのかしら？いや、言語的には日本語はありふれた言語の一つだ。日本語の文法、日常的な言葉、発音、が似ているかを調べた結果、日本語は他のどの言語とも共通点がなかったんだぜ。じゃあ結局日本語って何語に属しているの？それはわかっていない。だから日本語は独立した言語とされているんだぜ。孤独とか言われるとなんだか寂しいわね。日本が最初に取り入れた言語文化は中国文明からなんだぜ。そしてその時に導入された言葉が漢語だ。ええー。そうなんだ。日本は漢語を、国の歴史書や、記録などの公用語として使い始めた。だから高等を中心にエリートたちは、こぞって漢語を身につけたんだぜ。なるほど。漢語を知っている人は、仕事を探す上で有利になったってことかしらね。そうだな。それならこのまま日本語の言語は、漢語になってもおかしくなかったよね。なんでならなかったんだろう？それは文字がなく、話し言葉だけの日本語に、対応できる文字を発明したからだぜ。なんで？正確な理由はわかっていない。話し言葉としての日本語と漢語は音がかけ離れていたんだ。だから話し言葉の漢語は広がらなかったとされているぜ。私たちの使っている日本語は、同音異義語が多いからかしらね。さらに現日本語の言葉の並びも、漢語とかけ離れていたんだ。だから、漢語を直接理解することが難しかった。なるほど。だから、漢語を理解するための変換ツールを発明したんだぜ。それがカナダと言われている。ほうほう。漢語を使いながら日本語に対応できる文字を生み出した結果、どこの言語にも属さない、日本語が名ができたとされているんだ。文字のない時代の言葉を、そのまま受け継ぐ言語。漢字は西暦500年頃に導入されたと考えられている。それよりも前の文字がない時代の言葉は、古代大和言葉と呼ばれているんだぜ。古代大和言葉の語源は？それはあまりわかっていない。だが、ひらがなの発明により古代大和言葉を、現代に継承することはできているんだぜ。そうなんだ。そしてひらがなの原点と言われているのが、万葉集だ。万葉集に収められている和歌を表現したものが、万葉仮名なんだぜ。古代大和言葉の音に対応する漢字を表現したものなんだ。仮名って言っても見た目は漢字ね。確かにな。さらにひらがなの存在を確実にしたのが、直線の古今和歌集の時代だ。というと？古今和歌集の仮名は、見た目は漢字に近いものが多い。中には文字が崩れ、ひらがなに近い形になっているものもあるんだ。そうなんだね。この時代、女性や子供は仮名で、古代大和言葉を表現していた。だが実際に文字を書く機会はなかった。文字を書くのは身分の高い人だけだったからだ。じゃあさ、和歌はどうやって書いていたの？和歌そのものは身分に関係なく、仮名で書いていたみたいだな。なるほどね。そして仮名文字は次第に崩れ、現在のひらがなの形に定着した。ここまでに随分と長い時間がかかっていたのね。そうだな。そしてひらがなは誰でも使える簡単な文字として定着し、古代大和言葉を継承していくことになったのではないだろうか。自然の音を言葉として受け取る感覚を持つ言語。30年以上前に言語学と脳科学の観点から研究が行われた。脳外科の経験に基づいた実験、研究は現在においても十分評価されている内容なんだぜ。どんな研究なの？言語を司る左脳と音楽を司る右脳は、幼少期に身につけた言語によって異なるというものだ。興味深いわね。言語の特徴が人に現れる要因は、幼少期、言語で育ったかが決め手となる。幼児の頃に身につけた言語を母語というのよね。そして母語は、複数の言語を選ぶことはできない、と言われているぜ。どういうこと？通常、子供は父母と同じ言語を話すよな。だから、父母と同じものが母語となる。そうね。両親は日本人だけど、日本語を使っていないとか、特殊な事情でない限り、自然と親から日本語を取り入れるよね。だが日常生活の言語と母語が違うとどうなるか。子供は母語の習得環境に戸惑うことになるんだぜ。
あら、幼児期から苦労しちゃうわけね。そして身につけた母語を日常会話で使う人を、母語話者と言うんだぜ。ほう。人が使う言語は大きく分けて母語、第一言語、第二言語だ。通常は母語と第一言語は同じ言語だ。だが環境によっては、母語と第一言語が異なることもあるぜ。ふむふむ。個人が言語的特徴として影響されるものは、すべて母語によるものだ。母語をどんな言語で身につけたのか。それで脳の働きと言語の特徴が決まるってことだ。そうなんだ。身につけた言語と違う言語環境で、幼少期以降の会話を、母語以外の第一言語を使用する。これは言語の感覚が違うから、コミュニケーションで苦労するぜ。それって国籍や人種は関係あるの？全く関係ないな。母語として日本語を身につけている人なら、誰でも同じ特徴を示すことになるぜ。比類なき多彩な表現力を持つ言語。英語と比較して日本語の表現力を見ると、言葉の曖昧さが際立っているんだ。例えば、例外使用の多さが目立ちすぎて、これは文法と言えるのか。特に省略されている言葉の多さなどだな。会話で何気なく使われる文では、述語まで省略されていることもある。そうなると文章として意味をなしていないだろ。ああ、なるほど確かにね。これを覆したのが、明治維新期におけるヨーロッパ文明の導入だ。開国しても国力がなければ、あっという間に植民地になってしまう。それに対抗できる国力をつけなきゃならないわね。その基本政策が、富国強兵だ。徹底的にヨーロッパ文明の吸収が行われたんだ。なるほど。そして直接ヨーロッパの文明に触れるとともに、数多くの知識が書物としてもたらされたんだ。そうなると翻訳が必要ね。そう。この時日本語として理解するために、漢字が活躍したんだ。同時に新しい漢字も次々と生み出されたんだぜ。へえ、そうなんだね。やがてこれらの言葉は、中国に逆輸入されるようになった。現代中国の言葉のうち1割以上は、日本製の言葉となっているんだぜ。言葉にも逆輸入があるのね。後に日本語訳されたものを作者に確認させると、自国の言葉で書いたものよりも正確でわかりやすかった。そう述べる人もいたそうだぜ。作者の言葉より正確ってすごいね。世界の最先端文明を取り込んだ言語。現日本で古代大和言葉に中国文明は漢語として、古代より日本独自の文化は仮名として混在することが可能であったと思われている。しかし漢語による文明は仏教や政治の世界に限られていた。一般の生活には浸透していないってこと？そうだな。すべての言語が漢語で行われていたわけではないぜ。歌や普通の生活の言葉は、大和言葉であったと言われているぜ。そうなんだ。巨大な文明を取り込むと、元の言語は大きな文明の方へ取り込まれてしまう。世界中には数えきれないほどの例があるんだぜ。ふむふむ。しかし日本の場合は新しい文化に対応する言葉、古来の文化を伝承する言語を分割しつつ、両方を日常語として存在させるという離れ技を成し遂げたんだ。日本語が消滅しそうになったことはあるの？ある。太平洋戦争後は日本語消滅の危機だったぜ。戦勝国による分割統治によって各国へ併合される危機でもあったんだ。だが結果的に日本語は残った。日本すごい。でもなぜ残すことができたの？認識率の高さが日本語の存続を決定づけたんだ。それまでの教育の成果だな。戦後のアメリカ文明への対応は、漢字とカタカナだったの？そうだぜ。さらにアルファベットを身につけ日本独自のローマ字まで生み出した。戦後のアメリカは世界最先端の文明だった。それを見事に取り込んでいったんだぜ。どんどん進化したんだね。大きなレベル差がある文明を取り込むと、これまでの言語が取り込まれてしまうのが自然の流れだ。そうだね。だけど日本語はひらがなで、古来の言語を継承してきたんだぜ。さらにそれぞれの時代の最先端文化を取り込んできた。世界でも類を見ないほどの奇跡的な言語なんだね。文化文明はいろんな方法で表現することができる。だが、表現するための言語がこれほど多いのは日本語だけだぜ。日本語は新しい文明を取り入れつつ、新たに書き足して成長したんだね。ああ。日本語の基本表記は漢字かな混じり文だ。日常表現の中にいろいろな文化が混在しているんだぜ。そして必要に応じてカタカナ、アルファベットが入ってくる。私たちは意識しなくても、これらの文字を使い分けできているよな。そうだね。改めて日本語の凄さがわかるね。日本人が日常的に使用する文字は、ひらがな、カタカナ、漢字、アルファベットと4種類もあるよな。この4つはそれぞれが単独で表現することも可能な独立した言語だ。そう言われると4つも言語を使いこなす日本人ってすごいよね。そうだぜ。表記文字として意味を持っている表意文字は漢字だ。だが漢字は読みよりも文字によって意味を伝えるものだ。確かにそうだね。漢字以外の表記文字は全て表音文字となっている。言葉の音に意味があるものだから、文字そのものには意味はないんだぜ。
奥が深いね。でもさ、漢字には音読みと訓読みがあるよね。音読み漢字は完全な表意文字だが、訓読み漢字は表音文字でもあるんだ。訓読み漢字は両方の特徴を持った使い方ができるということだろうな。なるほどね。古代大和言葉を表す文字として、訓読みを与えたことはすごい発明だ。ふむふむ。漢語の意味を大和言葉に置き換えた際、送り仮名を伴いながら漢字を使用するようになった、と言われているぞ。表記文字は4種類だけど、話し言葉としてのひらがなは1種類だよね。そうだな。聞こえる言葉もひらがなの音として聞いている。濁点、半濁点、両音、発音など両方を押さえておけば47音からの展開で使用できるぜ。じゃあ日本語は習得しやすい言葉になるのかな？会話をすることに限って言えばな。日本語は世界でも習得しやすい部類の言語になるぜ。へえ、そうなんだ。表記文字が入った途端最も難しい言語になるけどな。確かに。そして世界の他の言語では、子供たちは6歳頃には日常会話を習得してしまうんだぜ。その後は言語の使用技術を学習するんだ。日本の場合は？日本は基本言語の習得20歳頃までかかる。10歳以降は言語技術より、書き取りや読み書きに重きが置かれている。だから学校で言語技術を学ぶことがないんだぜ。話すための技術とか伝える技術を学ばずに社会に出ちゃうんだね。そういえば社会に出てからコミュニケーションで困ることってあるよね。使いこなす技術はほとんど学べないわけだから仕方ないな。日本語は正確さを求めたらとことん追求できる言語だ。だけどそれが活かされていないんだぜ。他の言語に比べたら巨大すぎるのかもしれないね。語彙と文法の二面からの研究。ここまでの話で日本語は、世界の言語の中でも孤立した言語だと確認したよな。うん。しかし言語そのものを見ていったらどうだろうか？というと、日本語は本当に特殊な言語になっているのか、検証したレポートがあるんだ。どんな結果だったの？日本語は極めて平均的なグループに属しているとわかったんだぜ。特殊どころか極めて普通の言語であるという結果だったんだ。ありふれた言語だったんだね。じゃあよく言われている日本語の特殊性ってどこから来ているの？それは、言語の発展、伝達の系譜からだけ見た結果にしか過ぎないんだ。どういうこと？つまり、漢語が導入される前からあった、古代大和言葉の起源がわからないってことだぜ。さらに古代大和言葉を表記する仮名を生み出した必然性も見つけられないってことだな。言語の成り立ちをグループ化してみたけど、ちょうどいいグループなくて孤立したってことね。そういうことだぜ。うん、なんだかすっきりしたよ。日本語は、当時の外国の最先端文化を取り込んできた。そして極めて造語力に富んだ言葉を持っている、自由な構文を持つのが日本語だ。日本語は世界最強の言語のような気がしてきたわ。ということで今回の動画は以上だぜ。動画が面白かったらチャンネル登録と高評価、よろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。